ノビルは、ひがんばなかネギやかネギ属の多年層。日当たりの良い土手や道端に生える野草で、全体の姿や匂いはニラに似ている。花にムカゴをつけて繁殖し、葉と地下の球根は食用になる。和名のビルの語源は、昔から食用野草として知られることから、野に生えるヒルという意味で、ヒルは、ネギやニンニク、ニラなど、ネギ属の野菜の故障である。ヒルという呼び名は、 食べる時に辛くて、舌がヒリヒリすることにちなむと言われている。中国植物名は、コネビル。日本の一部地域における地方名としてびろ、ネンビロ、ネンブリ、ノノ、ヒロ、ノビロ、ネビルとも呼称される。花言葉は、タフなあなたのことが好きである。河川敷に自生する、ノビル東アジアに広く分布する。日本では、北海道から沖縄までの山の土手。 道端、あぜ道や、堤防上など、竹の低い草が生えているところによく自生する。日当たりの良い草地や、道端などに群生していることが多い。一説によれば、古い時代に作物と共に日本へ入ってきた、いわゆる不み全気化植物ではないかとも言われるが、はっきりしたことはわからない。北海道では、ノビルの群生が簡単には見られないことから、分布に関して、 再調査が必要である。生育場所の特徴として、人間の手の加わっている場所に繁殖する傾向にあり、気がつくと繁殖している場合がある。これは一つの繁殖方法としてノビルは水に浮きやすい、ため、川に流されてきたり農業用水やその用土とともに、下草の刈られた生育条件の整った土地に根付くからである。逆にその土地に、 人間の手が加わらなくなると自然に消滅してしまう。全体にニラの匂いがあり、地下に輪形を持ち、地上に細い葉を伸ばす。葉は線形で20から30センチメートルのものを数本出す。葉は柔らかく中空の筒状で、表面に白い甲を吹いているような白身を帯び、チューブ以上は内側が凹んだ浅い溝状となって、中空で断面が、 三日月型をしている。牡蠣は初夏から夏頃で、まっすぐ立ち上がり40から60センチメートルに、達する家計を一本だけ伸ばし、先端に果樹をつけ、白色、または淡紅に紫色を帯びる。ネギ坊主を細く小さくしたような小花が集まった花で、家計は4から5ミリメートル長さ数ミリメートルの、楕円形の回避片が6枚。実際には、ユリと同様に花びらは3枚。 残り三枚は、額が変化したものである。花皮片の中央には、小紫色の筋が一本ある。花柄は、やや長く、ニラやラッキョウとよく似た花型をしている。開花した後、六月頃になると花形状に、花になる、はずの細胞が変化して、小さな球根のような種ができ、散布体として、ポロポロ落ちて、新しい個体になって繁殖する。しばしば、 開花前から花を咲かせずに、ムカゴだけが着生するものや、花を咲かせている個体でも、一部がムカゴに変化して、ムカゴと花が混じったりするものがある。ムカゴは、紫褐色で固く密生し、たくさん集まると表面に、突起の出たボールのようになる。田んぼや畑の周囲に、花を咲かせずムカゴだけの個体が多く見られる理由は、 人の手によって頻繁に雑草の草刈りが行われるために花を咲かせて種子をつけるよりも効率よく子孫を残すことができるためだと考えられている。掘り上げると落鏡のような形をした白くて小さな球根があり直径は約1.5センチメートル下部にヒゲ根がついている。無カゴの散布以外にも球根が盛んに分球して繁殖する。 姿が似ている植物に同じネギ属で葉の断面が丸やさつき、葉が平らなニラがある。採取したノビルハルの代表的な山菜の一つで古来から薬草としても用いられてきており、滋養競争に役立つとされている。地下の林渓も含めた前層にはニンニクに似た岩粒化合物であってもその強さは 弱いと考えられている。日本食品標準成分表によれば、水分87.5%、脂質0.1%、繊維1.2%、海分1.0%となっている。野生のノビルを採取する際には、有毒植物の玉すだれの葉に似ているため、間違えないように注意を要する。ノビルの輪形は白い色をしているが、玉すだれの輪形は、 茶化試食をしているので見分けることができる。葉と共に地下にできる林形が食用となる。林形は地下5から10センチメートルにできるため、スコップなどで掘り起こさなければならない。積極的に栽培されることは少ないが、野草として食用にされ、玉ねぎに似た香りと辛みがあり、浅月等よりも鮮烈な香味を持つ。収穫後、時間が経つと辛みが強くなり、 香りも悪くなる。休耕地など土壌の養分が十分な場所で育つと、林渓がピンポン玉ほどの大きさになることがある。葉は万能ネギやニラに準じて用いられ、林渓は酒の魚として生や湯がいて酢味噌等の味付けで食されるほか、軽く湯通ししてぬたにしたり、味噌汁の具や薬味としても用いる。一年中採取して食べることができるが、 一般的に春が旬であるとされる。日本では従来食べられる野草扱いで農業の対象として栽培されることはほとんどなく学術的な研究も乏しい。佐賀大学は地域によって育つ大きさなど個体差が大きいことに注目。食用に有望な系統を選抜して大学の農場で育てているほか機能性成分を研究して野菜としてのブランド化を目指している。 林茎を夏に掘り取って、天日乾燥したものが、木薬となり、ニラジロと呼んでいて、また、同類の中国の植物名を当ててヤマビルとも呼んでいる。狂心症の痛みの予防や、食べ過ぎによる食欲不振など、ラッキョウ同様に効果があると言われ、薬草名も、ラッキョウと同じニラジロである。ニラジロついた治療3から5グラムを、 約 600cc の水で半量になるまでとろ火で煮詰めて煎じた汁を3回に分けて服用する利用法が知られている。民間療法として競争、鎮害、扁桃炎、陰頭炎にも効果があるとも言われていて、臨形の乾燥黒焼松を砂糖油で服用する方法が知られている。外用薬としてゼニタムシ・畑、シラクモ・ハレ 虫刺されなどに対して眼流化合体の成菌作用によって治りが早まると言われていて、生の前僧をすりつぶしたものを幹部につける利用方法が知られている。手近に育てることができ、6月頃、花が咲いた後にできる玉芽を採取して、庭や鉢に巻いて隠れる程度に土を被せると、10から11月頃に発芽する。特に鉢植えの場合は、 土が乾かないように水やりをすることが大事になる。夏に分休した、小林系から育成する方法もある。古くは、古事期にその名が見える。王神天皇の歌として、いざ子供のビルつまみに昼つまみに、王神天皇、古事期また、万葉集の長いみき生きちまろの歌に、菱をすに昼付き合いててたいねが我れにな、見えそ、水木の子を、長いみき生きちまろ、万葉集がある。 スミソアへのノビルと、鯛を食べたいと思っている私に、ナギの汁など見せないでほしいと歌っている和歌である。危機の統制神話においては、迫力に化けた地の神を山とルがヒルで撃ち殺す、エピソードがあるが、これも、ノビルである、可能性が高い。禁煙酒はリウムビにある、または、フィールドガーリックがヨーロッパ、北、アフリカ、中近東に分布する。 北アメリカ大陸やオーストラリア大陸では野生化しており、どこにでも生育し、駆除が困難なため、芝生や牧草地の厄介な雑草として扱われる。これも、また食用が可能である。ありがとうございます。